こんにちは、郷土史探訪家の吉松潤二です。私は今日は有明町の龍造寺隆信の墓に来ております。龍造寺隆信、五州二島の当主。五州とはですね、肥前肥後、筑前筑後、豊前壱岐対馬、5つの国と2つの島の制覇した大使というふうに言われております。天正12年、島原の駅に出陣して、沖縄宛ての戦いで残念ながら戦死をしました。で、その龍造寺隆信のお墓がこの奥の方にあります。それでは奥の方に行ってみましょう。